f c 十文字ベントスは、かつて存在した、日本の女子サッカークラブ。埼玉県新座市、東京都清瀬市に、本拠地を置いていた。現在、WE リーグに在籍する、大宮 RD ジャベントスの前身となったクラブである。1996年発足の十文字中学高等学校サッカー同好会を、前身とし、2014年に、f c 十文字、ベントスとして設立。 十文字学園を母体とした学園型総合型地域、スポーツクラブで、佐々木則をもと日本女子代表監督を、スーパーバイザーとして昇兵市協会育成に、取り組んでいる。2016年、チャレンジリーグ入れ替え戦予選大会を1位通過すると、ジャパンサッカーカレッジレディスとの入れ替え戦を制し、チャレンジリーグ昇格を果たした。2017年、チャレンジリーグ初参戦ながら、 イーストで1位となり1位から4位順位決定戦に進むが1分2敗で総合4位となった。2021年1月12日、WE リーグに参加する大宮アルディジャベントスへチームを承継させることを発表した。2018年のホームゲームを開催するスタジアムは、ナックファイブスタジアム大宮と10文字、学園女子大学サッカーグラウンド、秋葉の森総合公園サッカー場である。 かつては、清瀬内山運動公園サッカー場 A 面でも開催した。カッコ内は、チーム承継後の動向。GKDFMFFW10 文字スポーツクラブに関するカテゴリー。ありがとうございます。